それではここでご来賓の方々からお祝辞をいただきたいと存じます。はじめに小松市議会議長遠地仁様お願いいたします。祝辞、金華香る文化の日に、平成23年度小松市文化賞の贈呈式が挙行されるにあたり、小松市議会を代表してお祝いの言葉を申し上げます。我が国の文化は、個性ある地方独自の文化に支えられて急速に向上し、本市におきましても一段と文化水準が高まっておりますことは、誠に喜ばしいことでございます。この発展の成果は、平素から文化活動や地域活動などに携わっておられる方々ご人類の賜物にほかならないものであります。その意味におきまして、今日の良き日を記念し、高倉光恵様が表彰を受けられましたことは誠に喜びに堪えない次第であります。さて、高倉様のご功績や人柄はただいま市長が式辞の中で申されたとおりでありますが、その栄誉に属されました高倉様は小松市の邦楽文化のリーダーとして多年にわたり僧侶三味線の技能だけでなく、私たち日本人が古来から大切にしてきました礼儀作法とともに、若い世代の心の教育にも力を入れてこられましたことはご承知のとおりであります。また昨年からは小松歌舞伎未来塾の塾長として小松に脈々と伝えられている曳山子ども歌舞伎の継承発展に多大な貢献をされてきております。ここに改めて高倉様のご功績に心から敬意を表するものであります。そして高倉様のご活躍を陰ながら支えてこられたご家族やご関係の方々に対し、心からお祝いを申し上げる次第であります。高倉様には今後ますますご創建にてご活躍を願うとともに、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。終わりにあたり、本日ご臨席の皆様方のご健康とご多幸を心よりご祈念申し上げ、本日の文化賞贈呈式をともに祝福いたしまして、私のお祝いの言葉といたします。平成23年11月3日小松市議会議長。
小松市東部並びにご臨席の皆様の一層のお力添えをお願い申し上げます。最後になりましたが、受賞された竹駒様の今後ますますのご健勝ご活躍と小松市の一層の発展を心からご祈念いたしましてお祝いをいたします。平成23年11月3日石川県知事成本正則ご祈念をさせていただきました。お願い申し上げます。小松市立高校芸術コース様、